声の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だぶいてみようやど。あやっさや、あー、わかった。どうぞ、ドキドキよ、せーの、どーれなに今の。みんなあったね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ、はい、今日も水曜日始まりましたよ。始るね、うん、始まりましたよ、ね、今よ、あのミキティからモーミさんありがとうってメール来てた。うぅぅぅ、何した、うん、何したかね、もう冷静になってるやん。はいはいはい、それでは行きますよ。はい、あちきさんか。はい、じゃあ今日も始めました。はい、フリモンラジオですね。はい、ハイサイリンタロールマネ、はい、MC モーミヤビにょっ、ナイワスタバモリフミナビレでしょ。タバモリ本名、タバモリ本名そのまま。はいはい、はい、ですね、先週のゲストの下城スープレックスさんが、こんばんは、ホームランピックの京都ですって言ってたんですけど、昨日本物に会っちゃいました。あ、本当だ。今夜もよろしく、ファイティングシャロです。はい、ミキサーのエコザイルです。普通によろしくお願いします。以上、落ち着きバージョンだな。はい、6月4日に、ハーリー見に行ってきます。ちなみにバテンコーで。バテンコー、はい、はい、骨折です。また受け屋に骨折しからで、またはい、うん、うん、はいはい、じゃあ今日はゲストに素晴らしい人が来てます、うん、本当だ、うん、デジャモン日曜日はもう燃えるかね、もうみんな燃え燃え燃え、この人見たら燃えるはずも。はい、じゃあ自己紹介、じゃあ自分でどうぞ。はい、今回ですね、リーダーさんと久高周りの振り付けを AO 中と、あとね、あの週休2日を振り付けさせていただいたジャンジャンです。よろしくお願いします。ジャンジャン先生、はいはいはい、こんないきなり始まるんですよ、番組。びっくりしてますけど。はい、ティーチャー、ティーチャー、ティーチャー、はい、はい、ティーチャー、はいはい、で、先週に引き続き、うん、ちょうどいつのツヨポンでございます。はいはいはい、ポンポン、はい、ポンってるよ、ありえ、はい、ポン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 。あ、これ、しぶしが終わった日の目、いいやん、べし、あれ、なんか、つまみとか、カンカン。そうそう、もう飲んでるわけ。いいね、はっし。ちなみに、エコさん、今日は、イケペさんは。あ、いや、ことよ。ね、ちょっと待って。うん。うん。一旦切ってもらっていいかな。なんか事故ってます。はい。じゃあ、ペーマンケイン。今日、イケペーはね、彼女探しに行った。ああ。またな。じゃあ、毎週来たらダメでしょ。またな。違う。彼女もいなくなったら探しに行きたいって。ああ、そういうことですね。で、いたらしばらくは来るわけ。ああ。あれ、また臨界に連れていくってだけさ。ああ、そういうことですね。みんなに見せるために。で、またハイバル姉さんはまた逆に新しい男できたらしくて、あ、旅行行ってます。あ、旅行行ってる。行っちゃった行っちゃった土産話、ね、来週聞こうね。オッケー、了解でごじゃりまちる。病気もっちゅんだ、病気。病気甘くまからすごい。はいはいはい、からね、はい、それでは今日のメニュー、はいはいはい、今日はですね、オープニングがお送りいただいたメッセージということで、というわけで、今夜のメッセージはパーティー好きです。はい、パーリーパーリーだね、パーリーパーリーパーリー、うん、なんでかって言ったら、これ臨海のあれでしょ。そう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 、臨海直前スペシャル、ビーチパーリーから、うん、記念パーリー、うん、大きいって書いて、根っこって書いてパーリーで、大根じゃないよ、うんうん、はいはい、エコさんのね、パリーとは伸ばさんよ。ハルやハル、パリ。メアコ普通は基本伸ばさんの方が多いよ。パリパリだから、パリ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 ってこれっつって畑行く。あんたパリってどこからかって言ったら、パリこれ、そういうこと。パリこれ、そうそうそう、パリこれ、パリこれ、どういう意味ですか、パリこれって。これ、俺、メアコではよ、メアコではね、すげえマジであるんだ、あるんだ、衝撃。
はい、冗談はこれぐらいにしよう。はいはい、今日はですね、オープニングからですね、素敵なゲストを迎えてのひとときもすでに過ごしております。そしてですね、42分からは、名古屋からの中継となっています。なのでですね、メールアドレスは moon@fmginowan.com moon@fmginowan.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木流会企画、闘牛のキラキラグループ、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもおれ、株式会社南栄開発、フリムーンファミリーの提供でお送りします。なお、フリムーンラジオではまだまだスポンサーを募集しています。お店や会社などをラジオで PR してみませんか。興味のある方、お問い合わせはフリムーンラジオの E メール、または FM ギノワン電話番号 098-943-0094 までご連絡ください。あと、モーミーさん、お願い。だ、一応、はい、はい、今日は声の調子がいいからよ、バンね。はいはいはい、治ってるよ。はい、はい、サイマルラジオもやってます。リッスンラジオで FM ギノワン選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選択してくださいね。はい、選曲だな、最後、選曲、うん、ね、選択だ、ヤンディ、はい、あ、一旦 CM でーす。はい、 CM をラジオ。はい、ついた、たまみんたま、はい、今しゃべります。はい、あのだ、パーティーってだけど、うん、一人一人パーティー、何かいい思い出ある？パッパッパってビーチパーティーとか、ジョちゃん、山本やビーチパーティーやったことあるか？向こうはないのよ、ビーチパーティーって。こっち来てからあるからびっくりして。あっち、うどんパーティーだったの？イエス、そうめんパーティー。あ、でも新築パーティーは香川県はうどん、風呂に入れる。はっ、プロ、うん、あ、でそこの一番の長、あの最年長の人がサイ。へえ、あそこのことチャーソンボール出してからよ、うん、あ、びっくりした。でそれは食べるよ、あの納豆少年のあれかな。きれいに洗ったお風呂に、あ、あ、うどん入れるわけな。なんか名古屋かどっかって新築祝いあれですよね、トイレでそば食べるんですよね。はマスケや、なんかあるんですよ、新築祝いで、そのあるんですよ、そのトイレに入ってトイレでそば食べるっていう。なんでトイレ、これ何だったの、県民賞でやってたんだけど、自分が出てる県民賞以外あんま見なかったからあんま覚えてないです。あれ、ダンサーズとかそこ踏ん張りながら足食べてるのかよ。新築やった時や、王者滑ってるとそこで、うん、つるっ、うまい、一本すごいや、一本一本、はいはい、じゃあそれでは、はい、いきますよ、誰から行こう。はい、はい、メールメールメール、うん、あ、何、俺のパーティー、うん、俺のパーティーは、あ、パーティーは宮古に行って、宮古島、ビーチパーティーする、ごめん、急いで、うん、まあ、宮古に行った時に、急所に二人で行った時にやったけど、うん、朝の8時から夜11時ぐらいまで、う
ビーチパーリー朝8時か夜の11時なんすかそれ海にガスインスタントがあるんですかいやいや休みを取ってから休所休み定休取ってからみんなで行こうって言って8時から俺はあのバーベキュー班で、あとの4名は、あの隣の店のおじさんが船持ってるから、はぁ、沖釣り、すごい、沖釣り班出て、午前中で帰ってきて、その間に火を全部起こして、この肉焼いて、自分たちで取ったのを焼いて食べるっていう、取ってきた魚も焼いて、グルクンも全部骨切りにして、はぁ、すごい、で、もう延々と。あの終わったのが夜11時アンキーシャビュー次より夜11時次は7時半から普通に開けてましたインワードこのインワー使ったあの月はあの牛肉と牛肉あ牛とあの魚でいっぱいだったから犬はなかったダムインワー使ったけどやめてはい終わりはい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 はアレックスです。はいはい、アレックス。はい。パーティー大好き、いろんな人に会えるし、ご飯が美味しかったらなおさら、参加しちゃいますよね、と言いながら、体調や予定の関係で臨海は参加しませんけど、サンバはいや。臨海で栄養中や週休2日をみんなで踊る、マイケルのスリラーみたいになることを、切に願う。願いますって。はい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 。あれこそ来ないって来ないってねびっくりしたねあだからこれや、うん、スーパーあれやこれあれやしがやもうヘビーリスナーやしがやこれって寂しいや、うん、この面も来てなかったよや本当あのあれだよ神田くんが名古屋行くからだよあやがやあなるかアレックスさんってあれスポホーのアレックスさんかなそうよあうんスポホーのアブドゥールさんアブドゥールアブドゥールとも言うんだけどアブドゥール2つ持ってミューシャではね、うん、アブドゥールになってる、うん、はい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 、ヒロミたまには出てきて恋しないとそうよ、うんうん、やんどはいはいじゃあ行きましょうはい、行っちゃってよろしい、うんうん、ちょっと追加数が、うん、北海道のじゅんちゃんからで、うん、北海道はビーチで焼肉というかジンギスカン、うん、あーすごい、うん、らしいですジンギスカンも焼肉ですよでもね一応焼肉だよね肉何が違うの あれ羊の種類だねジンギスカンは羊だからジンギスカンは少しヒージャーカバスんばってほう、ほどよくヒージャーカバスあの羊だけどヒージャーカバスるって意味のわからなかったから今あら、言うのもんよ、あの羊とヒージャーあの臭みは、ヒージャーに比べたらほとんどない、うん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 、ラムだったら全然味です、うんうん、あラムはもうマトンだったらちょっとわからない、うん、じゃあ、すいません、行きましょうかはいはいはい、行っちゃいますよ、うん、フリムーンネーム、エイミー姫ですあエイミー、フリムーンのスタッフの皆さん、はい、フリムーンスタジオ、ゲストジャウムジャウムンさんジャウンジャウムンさん U が間に入ってるねJAUN、うん、素敵なダンス見たいです長屋の皆さんフリームンズの皆さんは疲れ様です今日は朝からパタパタで息子と病院それから浦添町あと見学万歩計見たらなんと5センチ近く歩いてたよって、うん、今日のテーマはパーティーは好きですか私が好きなパーティーは前は二次会で行く社交ダンスパーティーです私が好きなダンスはジルバ、ワルツ、クイック、マンボ、ルンバ、沖縄サンバ、フリーディスコダンスパーティーは盛り上げて楽しく踊れる最高ですね28日楽しみに待ってますってありがとうございます28日モーラスや舞台のワビでねえ、エミ姫なんか舞台上がりそうな感じ、うん、ああ、そうはこれはもうエミ姫上がりそうな舞台が何するかねあ、じゃないあら、俺、やっと言うのよ、インナイチの、うん、なんか、はい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 、はいはいはい、じゃあ、はい、次行こう、はいはい、エミフェありがとうね、舞台楽しみにしてるよ、うん、ポール男子みらポール男子、はい、ポール男子しみら、ポール男子はいはい、こちらさん、行ってはい足跡の前、つけてきてるモミー、ごめん、骨折ちゃん喋れんって困ってるモミーのおかげで眩しいけど肩が眩しいかな、うん、いいよいいわよはい、泉さんの特急サタンです、番組が始まる頃は甲子園で野球を見てるか、甲子園から帰っている頃です僕は基本的パーティーは参加しません、僕は一匹狼なのでパーティーで騒ぐというのが苦手なんですただ沖縄でパーティーなどは参加します親の出身地なので参加しないとねです。では
日曜日臨海でお会いしましょう。おお、サザンさんも前乗りなのかな、やっぱり。じゃあ、サザンさんもすごいよね。で、頭に来てから、あれ、こっちが少ないよ、今日。そうですよね。一回飲ましてからよ、どんなのか見てみたいです。政治怖い。いやいやいや、何かと先に取らなかったよ。どこまで飲ますわ。飲ます、危ないな。英明姫と後ろに飲ませ、飲ませるさ。やめ。後ろの方。なんで後ろに追いやるはい、ありがとうございます。さあ、楽しみにしてる二次会、ね、お願いだよ。ね、うん、な、1次会からフィーバーしびれ。フィーバー、うん、フィーバー。フィーバー。はいはい、次の、はい。もみが読んで。うん、あ、読むか。いいよ。はいはい、これは誰かね。ホリモンパーソナリティの皆さん、名古屋チームの皆さん、こんばんは。パーティーは大好きですよ。なん、マークかかっとこれ。ラジオネーム。あー、はい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 。はい、鶴ヶ島のカーズにですね。はいはい、パーティーは大好きですよ。なんて言っても今の楽しみは臨海ですね。散々のリスナーさんと交流してお友達増やしたいですって。おう、うん、それが下川住人に、はいはいはい、郵便番号3502222、ありがとうございます。カーズ兄さんはあれか、名古屋チーム一回見たことあるか。うん、あの写真は見たことある。あったはないと思う。まだあったはないよ、みんなや。うん、名前はよく聞くけど写真は見たよ。おー、はいはいはい、有名人に会えるかドキドキするやつさ、モーミーが、うん、モーミーがね、ドキドキする、うん、びっくりしすぎて毛生えてくるかもしれない。あ、いいかもね。刺激、ね、刺激に。アイパー、無理じゃない。アイパー、アイパー逆です。やばい、無理無理無理。参るけど逆アイパー。逆。あれ面白いあるか。アイパー、アイロン、アイロンだよ。前にから。はいあるかも。はいはい、次のメール、はい。迷ってたから。はい、フリムメンバーの皆様。名古屋チームの皆さん、ジャンジャン先生こんばんは、はい、大阪から沖縄チュールです。さて、先週はラジオにも出演させていただき、うん、ありがとうございました。まさか出ると思っていなかったの で過去、読んだ方がいい、うん、いいよ、はい、笑いと焦って笑いと焦って、ところでパーティーは好きなんですが、沖縄のラジオイベントおよび、うん、関連イベントがほとんどで、結婚パーティーなんかは一度も呼ばれたことがなく、会社のパーティーでさえスケジュールが、噛み合わなくなって参加してません、うん、そういえば今週末は臨海ですね、うん、もちろん来沖して参加します。沖縄でのパーティーによる、来沖は1月の、高橋ナイト以来ですからね。今度は初見リスナーが多いので、皆さんお手柔らかにって。ああ、楽しみにしてるから。これ先週来ててさ、そう、先週ね、来てて、あ、わ、ジョルさん、ケーランごとこまんじ人でやったもん、うん、FM ガノマンで。なんでよ、ね、なんでよ。先週かわいそうじゃないですか、下城さん、僕、でこっち座らせるから、話せずめっちゃかわいそうですね、なんか、申し訳ないっていう、いいんじゃないこれが何でもありがあのフリムンラジオの。あ、でも翌日ほら翌日おはよう活動に出てたでしょ。おはよう活動、写真見た、おはかつ行ってたよ。おはかつ、そうそうそう、おはかつ、すごいね、うん、元気だよね、うん、楽しいよって。でもまた来るって先週来てまた来るって俺が来週東京来ると一緒だよ来週東京やっぱり、昨日東京から帰ってきた僕、また来週火曜日また東京東京じゃちゃんと名刺やもん僕今度東京行ったら多分6月いっぱいぐらいまでいないですからね。あ、死にやばいです。あんな田舎に。ほんまに。うん、デジやん、東京。まあいいや。じゃあ、ちょっと CM までちょっと時間あるんで、短いの1通いきましょう。はい。はい、はい、フリモンラジオの素敵な、はてなの皆さん。うん。はい、チーム名古屋の皆さん、ハイサイ。ハイサイ。1週間のゴブスタヤイビーンって、ブラサイのしんちゃん。ああ、しんちゃん、はい。はっさよ、今日もあっちさよさ。あっちさよって。車のエアコン効かねえさってタクシーもちゃうだよね。タクシーじゃない、タクシーだよね。効かんとダメだよ修理してください、ね、修理して、ね、はい、で、あのテーマね、パーティーデージ大好きで、パーティーっていうかみんなと歌や酒飲みながら、うん、フリモンなこと言うんたくしてワイワイ騒ぐのが好きって、これが楽しみ。じゃあ次は臨海やーって、はいはい、臨海で楽しみにしてます。ありがとうございます。すごいですね、こっちの今いる人はみんな臨海行くってことですもんね。うん、ね、あ、自分行きます、うん、先生もね、先生、先生も、先生も、先生も、いやいや、見てますね、うん、ちょっと引っ張る、何を、何引っ張るの、二次会に写真、それね、僕考えたんだけど、
こっちはだから凛太郎さんとかマリーなんかと一緒なのかなと思って。そうそう、逆に一緒だから何もないですよ俺。全然本当か、二次会行こうぜ。じゃあ二次会行きましょう。こっち来ましょう、こっち。こっち番組開けてくださいこれ。あららどうせあのマリー凛太郎も顔見せるよ。ああ、そうなんですか。お願いはしてあるから。じゃあジャン引っ張ります、うん、僕が引っ張ってますから、うん、はい、先生肩見てからすごい。二次会もマーカーヒンガさん。じゃあそういうことでね、一旦CM 入って次ちょっとあのジャンジャン先生に出ていただきましょう。はい、テルキナタケミです。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。ハイサーイ、リューティーの日笠俊です。友人のブラックヒガラさんに代わります。わあ、俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ。やみつきになるぜ。聞いてるか、おいイケベ。そんなフリムーンラジオを応援するぜ。また1キロ太ったねと、うん、はい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 、ハゲチャビも大好きにたけよ、本当にワンのこと好きなのかね、うん、もう好きだと思うよ。よかったね、だからね、よかったさ。さあさあ、じゃあこの時間がやってまいりました、はい、エコさん、はい、はい、ゲストさんを深く掘り下げちゃいましょうか、ね、あ、やってください。おっとすごいよ、今日のゲストは遠慮はいらないです、うん、ね、改めましてジャンジャン先生でございます。はじめまして。こっちサウンドがあれなんですけど、ラジオで聞いてるので僕は、うん、むしろすごい人たちが揃ってますね、ここなんか、ごめんなさいね、なんで、なんで、ね、20、30すごいです。あ、新しく、ありがとうございます。あの、ただのしけべよ、終わった。いや、しけべ、負けてません。負けてません、でも、あの、臨界でもあれだね、うん、もう楽しみだね、この、うん、だからみんな一生懸命練習してるか、リスナーの方が、うん、あ、そうですね、あの、だから、あれなんですよ、だから、今ね、まあ、うん、聞いてる人とか見てる人、うん、誰だろうって思ってる人もいるかもしれないんで、ね、あれですよね、今回臨界で、うん、あの披露される栄養中と週休2日の、まあ、振りがね、うん、振り付けできましたよっつって今、うん、ラジオでも流れてるんですけど、うん、その振り付けを作ったのがジャンジャンなんです。わあ、すごい、はい、嬉しい、はい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 、素晴らしい、あのみんな分かるはず、あの銀太郎なんかみんな乗せてるから、フェイスブックに一緒に踊ってる人、はい、真ん中の、ね、はい、それがジャンジャンですね、はい、うん、あの実は昔一緒にあのチーム組んだりとか、はい、あ、本当の、で、そうです、ね、で僕なんかチーム組んで全国大会行ったんですけど、実は予選名古屋で出てて、はそう、名古屋予選通ってで全国大会行ったんですよ。でその時もジャンジャン一緒にいてみたいな、はい、で今回まさかのジャンジャンが振り付けってなってて、そうなんですよ、ね、だからよ、だからあの誰なんだっていう人が多分多いはず、多いはずだから、その振り付けをしてる、今ダンスしてるの何してるのっていうところをちょっとみんな知りたいんじゃないかな。だからダンスはもういつから、ダンスはもう割と僕の場合遅いんですけど、高校3年とかその時に剛君も知り合って、はい、いろいろダンサーのすごい内容、沖縄濃かったので刺激されて、そこからいろいろ始めたりとかで、で、まあまあ、早いうちにすぐ東京とか行ったりとかしていろいろやったんですけど、もう、はい、ダンスのテクニックはあれすごいはずや、あれなんです、僕からするとすごいジャンジャンがなんでダンスにここまでのめり込んだかちょっと分からなくて、最初会った時って、まあ、もう時効だからいいんですけど、クラブでジャンジャンと会って、ジャンジャンその時丸坊主だったんです。丸坊主、丸坊主ね、高校生なんですよ、はい、で、プラスその時、はい、多分たいあのバレーボールの国体選手なんですよ、はい、パン、そうそうそうっていうのもあって、あ、いいや、あ、いいや、バレーボールからダンスに、そうそうそうですね、ほー、
でも自分の両親とかもこう、うん、なんていうか彫刻家だったりとかギタリストだったりとかもあって、そうそうそう、お家でちょっと音楽聴いたりとかもいろいろあったんですけど、すごいですよ。僕がもう手短に、もう僕が言うことではないんですけど、本当はね、ジャンジャン言ってほしいんですけど、ちょっとあれかな、ジャンジャンのお家がすごいあれで、お母さんシーサー職人なんですよ。あ、シーサー職人で、お父さんがあの沖縄ロックって昔すごかったじゃないですか、うんうん、コンディショングリーンとか、あのそのキャンバリー・ウィズ・メディアさんの中にジェットっていう沖縄ロックのグループがありまして、そこのギタリストのジミー・ギノザさんの息子さんがジャンジャンなったんですよ。もうちょっとお亡くなりになられたんですけどね。でも元気でやってます、多分ね、あっちでも。すごいね、はい、ジャンジャンのお父さんのジミー・ギノザさん、なんかどっかで聞いたことないですか、そんな感じの日々、うん、だからもう、うん、なんか聞いたね。実はジミー・ギノザさんの弟子がジョニー・ギノワンさんなんです。あ、本当にだ。ジャンジャンお父さんの弟子がジョニー・ギノワンさんなんですよ、うん、はいはいはい、じゃあすごいね。やっぱり音楽とかも小さい時からこの人に伝わってるからあれなんだ、ね、で、はい、でもシーサーはやってる。シーサーはそうですね、もう母ちゃんがもう掘ったりとかいろいろやってましたね。もうすごい意味やからお持ちでした。すごい。で、うん、おかしいのが、うん、ジャンジャンが一回ギターに目覚めたんですよ、うん、ギターに目覚めたんですけど、親父さん亡くなった後なんですよ、目覚めたのが。音がこそい、もっと笑ってくださいよ。音がこそいた後が、こそいた後に、いや、ギターいいやつだぞって、教える人はもう亡くなっちゃって。今でも、うん、でもお家でやってます。すごい。はい、あ、せっと、お茶が降りてきたんだよ、うん、そう。そうかもしれない。かもしれないね。いや、それさ、本当だよ。そうです、音楽で、音楽でね。いい、それ。サウラさんのツイキャスで、うちのうちなんですかって書いてあるんですけど、どうなんですかね、ジャンジャン、生まれは。僕は生まれはグアム島なんですよ。あ、グアム、はい、クォーターで、ジャンも本名なんですけど。そうなんですか。ギノザ、ジャン、ケンジなんですか。そうなんです。ちょ、ミドルネームがジャン。ジャンです。ジャン。父ちゃんはじゃ、父ちゃんはジミーって、また名前。あ、ジャンも。実際名前だったんで、はい。はいはいはい、もうなんか筋というかすごい、はいはいはい、そういうすごい、そうなんですか。やっぱりよく見たらなんか、はい、アーチ型の人に見えるね、うん、そうですか、チョップ横のやあ、チョップ絶対これ正直見えないんだ。チョップもアーチ型に見えるアーチますもんね。いいじゃないいいじゃないってこの前船橋でも言われたから、そう、あ、そうだね、相手だよね。そんなジャンジャンが なぜこの今回の振り付けをするに至ったのかっていう、そうですね、なんかみんなでこういったなんか何ですかね、そのアーティスト交流とかもいろいろ、まあ普通にあって、でそれで僕から逆にアプローチしたっていうのがあって、実はで、依頼されたとかではないんですよ、今回の場合。あ、そうなん、僕も結構そうですね、ヘビーリスナーっていうのもあって、もともと結構昔からアルビスさんの曲、なんですかね、ラジオで車の中で聴いてたりとかもあって、うん、でそれでなんですか、ね、逆にいろいろお世話になってる部分があるじゃないですか、うん、なと思って、うん、でそれで飲み仲間だったりとかっていうのもあって、うん、せっかく曲できたんだったらぜひ振り付けさせてくださいっていうのをお願いしますよってなって、すぐ決まって、じゃあぜひ一回やってみようみたいな感じになって、でそれで標準が、うん、今回の臨海になったんですけど、うん、まあ、うん、一度5月1日にあった龍銀デーとかにも披露したんですけど、ね、うんうん、はい、それまでに一度間に合わせてっていうのがあって、それまでのこの2ヶ月、あ、1ヶ月半ぐらい頑張りました。すごい、はい、これもう、あ、でこれ一生残るからや。そうだよ、そうです、ずっとだよ、だからや、ね、うん、ずっとで、今回350名が一緒に踊ると。そうそうそう、踊ってください、覚えてください。で、それに対してそのこだわりが、そうですね、ちょっと聞いたんですけど、栄養中の曲が、うんうん、まあ、見てわかる通り、結構明るくてみんなでわーって踊れるような、うんうん、で、週休2日は結構聞かすって感じで、うん、そのみんなで踊ってほしいっていうのは栄養中がメインなんで、うん、ですけど、うん、それ一応割とそのサビの部分とか、うん、結構踊りやすいと思うんですけど、うん、動画で見てる方は割と覚えやすいとは思うんですが、うん、あとなんか振り、まあ、振りの中で込めてるなんか思いとかなんかそういうのあるか、はい、うんうん、この栄養中の振り付けも、うん、もう早速それやっていいんですかね。あ、もうやろっか、うん、逆に栄養中、そうですね、動き、うんうん、そうそうそう、で余った時間で雑談しようそうですね、栄養中の場合はリンダラさん結構解説してるんですけど、うん、一つこのハートの、ハートね、これなんか今日カメラあるんですよね。あるあるある、ツイキャス、あるあるある、あっちの方がいいんですか、ツイキャス、これハートの、うん、終わった後に、うん、指こう次の動きなんですけど、指がこのハートになってるんですよね。
実は、はい、あこれ、これかここれ、ね、めちゃくちゃちっちゃいんですけど、ね、ハートになってるんですよ。指パッチする時の、ね、ハートが大きくなってちっちゃいハートがキャーンって広がっていくイメージで、でやって、まあ、ドゥマンギました、うん、その後の振り付けはずっと簡単、割と誰でもできるようなバストアップの振り付けなんで、振り付けってあの結構足込めると難しくなってくるんですよ。あのドラムみたいな感じで、あの足の動きと上がバラバラとかと、割とめっちゃ難しくなるんで、なるべくこの上半身だけで踊るっていうのがっていう振り付けなの でその後にまあサイドステップやったりとか、この手拍子とかあるんですけど、でまあそれぐらいですね。その後のあのマドンナのとこありますよね。わかりますかね、うん、振り向いて、うん、リンダラさんとみんなでマドンナってやるとこがあるんですけど、その後のちょっと立ちますね。大丈夫ですか俺。いいよ、大丈夫。ちょっと、いやいや、はい、こうやってマドンナの後に、うん、こうやって、ああそうそう、最後の方の、はい、あれのがあるんですよ、うん、であの感想のところですね、うん、これでもうこれあのあいい、ね、初めてっていうか多分 あの解説の方が入ってないですけど、これ横振り見たら、R なんですよ、ここ。R。うん。後ろにあって、これ、はい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 、バットを持って、R、R で、ごめんなさい、足映ってないかな。後ろにのけとって B で、こっち C になって、RBC になって。RBC が。おー！それで、これまですごいな。ホームラン、うん、しかも左利きだから、うん、王貞治さんみたいな。で、ホームラン打って、さよなら、みたいな。おー！っていう。でその後に2人とも右と左逆なんですけど、うん、シートベルト締めて、うん、RBC の CM でやって、うん、あのドライブ歌ってるやつ、はい、ドライブを再現してるっていう、あのジャンプしてる、そうです、右左ってボッコンっていう、うん、こういったのをいろいろ何ですかね、テレビからの情報とかとリスナーさんの思いとかっていうか、うん、いうのまあ文字とかも体に入れてるんですけど、どれもこれちょっと覚えやすい、これ一つ一つ意味があるからもうすごいね、びっくりしたやつさ、そうですね、割とこれでも覚えやすい、覚えやすいんじゃない、そうですね、だから、これだから意味が分かったらよ、覚えやすいわけよ、あそこマイク持ってると、R で、で足がこうちょっと見えないと思うんですけど、上げて B うん、でこっちで構え C になって、 C 一本出しだフラミンゴだほうですね、ここは大沢だはる、なぜか大沢だはるですよ、懐かしい、ここで打っちゃえっていう、こっちで3回目バカミカ様、そうですね、バーって打って、バカミカして、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい、あれにしよう、ほらっていう感じの、これ見るとあれですね、覚えやすいですよ、だから意味分かったら覚えやすいわけ、だから僕見てて、ね、一緒にジャンが作った振りで僕も踊ってたんですけど、うん、確かに意味分かってたりとか説明されたら覚えやすいんですよ、ああだからいい、はい、そのドライブの後にいきなりエコーがかかった感じの音になるんですけど、そこで銀河に行くんですよ、もうああやったね、みんな銀河に、ああ宇宙水中ではないですけど、あれ銀河に行ってるイメージで、聞いててよかった、水中かと思ってた、泳いでると思って、海の中に真っ暗な星空にもう宇宙なんだっていう感じでっていうイメージです、はい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 、で最後こうすごいやん、ありますよね、おめでとうの、もう毎日やってもらってる、おめでとうもおめでとうございますっていうイメージで、染之助染太郎、今は泣き、ね、今は泣き、みんなでこう余計に回っておりますで、最後みんな回ってるんですよ、あれはそういう意味で回ってるので、最後染之助ね、おめでとうでたくさん回ってください、いいね、すごいめでたいね、それが AO 中の振り付けです、うん、ですから一番最初 その RBC のこの部分は難しいと思うの で、うん、でもみんなと合わせたいね、はい、これはね、サビの部分ハートとかこのちっちゃい指のハートとか、うん、あでもそっか、ジャンジャンがやってるのがあっちか RBC でやってるから、そうですね、あでもあれか、そっか、あそっか、あお客さん側から見えるようになってます、あでも一緒か、はい、そっか、どこ向いて、あだあれか、凛太郎さんなんか向いてやると右打ちになるのか、こっちは、そうなんです、そうだね、だからもう、そこは やってもらわないでいい、あそこはね、はい、サビの部分でも攻めて、っていうことで、はい、やればいいサイドステップ、でその間にずっとサイドステップやってもらえれば、あそっかそっか、逆でやるから、はい、こっちは右バッターになるわけだ、そうですね、落ち合い
や、その間落ち合いな、そっちだ、王じゃないな。あ、でもあれだね、全然カビやってもらえれば、はい、ね、問題ない、ね、だ今覚えた分でもうやりやすくなってるさ、うん、ですね、あ、うん、このまた、いや、ほんと350名みんな教えたいや、そうだよ、350名、うん、一応、あれですか、若受け付けて教えるさ、みんなに、ハート、ハートって、これハート、ハート、ハート、大きいハートか小さいハート、で、ドゥマンギマしたり、ドゥマンギマしたり、なんぼの片言の片言、どうも週休2日の時間あります、大丈夫ですか、週休2日も聞きたいんじゃないですか、大丈夫、うん、あ、もう知らない、名古屋行きました、手短で、手短で、じゃあサビ行きます、サビと、うん、あとあれだね、サウロさんから来てるこのエンディングの部分、うん、そう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 、週休2日の、うん、って言ったんですよ、うん、はいはい、やりにくい、そんな感じに見える、あれは週休2日の、最後の週休2日のすごいあれなんですよ、手話なんですけど、あ、あれが手話か、あ、手話、はい、週休2日っていう、実際週休2日っていう意味なんですけど、すげえ手話なんですよ、でそれをただ振り付けにしただけで、あ、はい、週休2日の手話が、あ、これが、ね、週休2日、へえ、あ、これやりやすいんじゃない、分かった、実際はこれだけです、うん、本当は、はい、でもそれに足とか上の動きついて、うん、動きをちょっと踊りっぽく、ああ、そういうことか、だ、雨の日もあるかとか、うん、サビのところ、ああ、そうそう、うん、雨降って、すごい、あ、雨降って、風降って、ああ、全て、これ、うん、これ、これも、これもめっちゃわかりやすい。ちょっと説明いいですか。水、水、もうこれだけ最後に。雨、これ、7なんですよ、これ。うん、で、風、うん、3、3。で、8か。8、全て、はい、はい。うわ、3、8、はい、はい、で、アンテナ3本、はい、OK。これだけです。おー、はい、これか、わお、意味はそうやって、これは、はい、周波数の数ですね、738、はい、がちょっといろいろこう言ったのが、ヤンディーの皆さん、で、いつだってそばにこれも全部手話なんですよ、おー、はい、あー、これそうなんですよ、もうこれどこで固定するのとりあえず、もう、はい、うん、っていう感じ、ね、うん、すごいね、738とかこう、ああ、場所がちょっと見てもらえる、うん、あ、738のとこいいんじゃない、いや、ここや、うん、はい、あそこだけでも見てもらえれば、うんうんうん、すごいね、手話なってるっていうのがすごいやつさ、うんうん、週休2日の手話があるんだね、雨で7、あの、その動画はこれ3でしょ、はい、で8、すべてが、すべて、すべてがうまく行くはずもないけれど、すごいな、738でアンテナ3本で発信するっていう、超すげえ、そういう意味で超すごい、隠されたではないですけど、言ってるので覚えやすい、面白いな、みんなすげえって、なのでぜひ、そのサビの部分でも覚えてくれると、ひふみ下半身使うやないかいってこれで少しは許してくださいよ、ダメかな下半身使う使える人はじゃあ使ってください、ぜひぜひ、さっきやってたけど、うん、ちょっと半分土壌すくい入ってなんかすくってたね、こうやってあれ土壌すくいってことは、ちょっとあの牛舎で牛の分こうやって、ああ、そっか、あ、はい、牛乳屋だからね、そうです、牛乳屋だから、仕方ないですありがとうございます、すごいね、あ、いいですね、うん、サウロ兄さんが振り付けって考えてるんですねって、いや、うん、これはでもサウロさんマジで、うん、ジャンは独特ですよ、考え方って、うん、あの結構いろいろ振り付けしてる人とか知ってますけど、うん、でもサジがね、龍神マブヤの作ってるさ、はいはい、うん、で、やってるんですけど、うん、なんか途中でロックダンス入ってるのなんでかなってなんか思ったりするけどでもこうサジにはちょっと言えないというか、あ、すごいねぐらいで一応終わってるんだけど、 あいつももともとくしゃみやっていうその、あのお笑いでね、あの荒引き団とか出てたやつが今沖縄住んでて、そいつがリュウジマブヤの振り作ってたんですけど、そうそうそう、へー、すごいね、いっぱいありますね、すごい、だからこういう意味のあるものっていうのは、うん、俺は結構もうジャンジャンはもうかなりリスペクトしますよ、うん、やっぱり、あ、見た感じ、あ、普通の簡単な踊りだ、意味聞いたらすごいわけ、そうそうそう、一つ一つ意味があるっていうの、言われたらやりやすい、うん、そうですね、この文字を書きやすい、そう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 、はい、また手話っていうから、手話も入れてるっていうから、ね、すごい、あの なかなかラジオでも、あ、なんですかね、うん、そういった人たちも聞けなかったりとかするので、うん、その現場でそういった意味が一瞬でも分かると、うん、うわ、はい、めっちゃいい、中継、あ、そういう歌なんだっていう、うん、はい、素敵だね、すごいです、感動した、主敵主敵主敵よ、
これそうそう、あーいいね、うん、ジャンジャンと20年以上の付き合いなんですけど、うん、ジャンジャンが、うん、マジで俺の中の友達、うん、もう沖縄いっぱいいるじゃないですか、内地にも、うん、その中でもう3本指に入るジャンジャン天才なんですよ、マジで、うん、ちょっとはいはい、もうそろそろ時間なのでしても、ああそこそこ、はい、明日フリーだから明日ちょっともうこの話出そうや、うん、あー出しましょう、ミュージックシャワーニア出してから、はいはい、皆さんも聞いてます、明日も聞いてます聞いてます、はい、もう下ネタ話を出さんよ明日は、うん、はい、ダメよ、うん、いつも出してるさ、はいはいはい、呼んでもらっていい、いいよ、はいはい、次、はい、どこ、いやいや、ああ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 、はいはいはい、はい、名古屋の皆さん、おーすごい、はい、ですね、おーいきなりすごい、本当ね、自分がですねこうやって喋ってることがいいのか悪いのか、なんかねダンサーズなんて言ってね、すごいすごく恥ずかしいです、本当だよ、ダンサーズさんです、ダンサーズさんです、みんな期待してるってよ、名古屋のダンサーズさん、そうよ、ダンサーズっていうぐらいだからさ、はい、ダンサーズさん、今ジャンジャンが、はい、まあヘビーリスナーなんですけど、はい、名古屋のダンサーズさんって言ってそうだよっつったらめっちゃ興奮した、はい、みんなこっち見ると芸能人ですよ、僕も初めまして、ダンサーズさん、じゃあ初めまして、はじめまして、名古屋のダンサーズさん、名古屋のダンサーズ、うわーすごい、嬉しいですねありがとうございます、一応私枕言葉がありまして、はい、踊りの経験ゼロそうそうそうなのよね。ね、で、うん、で、片やダンサーズと言ってダンスができない。片や、ジャンジャン踊っていただけるジャンジャンさんと。あ春ですね。どうした？滑り気が早いよ。早いよ滑るの。キロ出してまあこういう感じです名古屋って。今日やばいね、名古屋緊張してんじゃない？だからや。うん、いや緊張しますね、うん、本当にね、このラジオネームがね、うん、本当に足引っ張ってるなと思います今日はね、臨海の時にもうリンタロさんとマリーに新しくつけてもらったんです、うん、ミスできないのにごめんなさいみたいな、これですね、以前にもですねお願いしたんですけど、はい、断られたんです、マジですか、却下、マジですか、もう今から解明してもね、うん、大変だよと言われて、大変だよ、なだめられました優しい、もうあれだな、もう一生懸命練習するしかないや、栄養中と、うん、週休2日酔いよ、ね、自分も見たんですけど、週休2日酔いって、ね、これはダメだこりゃと思いましたねいやいや、大丈夫だけど、ね、しかしですね、うん、今私の今隣にいる、うん、ものが、うん、この YouTube を、うん、ヘビーチューンして、うん、今練習してるんですよ、おですので、うん、このものにですね一度ジャンジャンさんから素敵なアドバイスをいただければと思います、はい、あでもさっき言ったそうですね、うん、そういった数字とか文字とかっていうのが結構繰り込まれてるので、こんばんは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 、YouTube 見て一生懸命練習してます、あーすごい、もうですもうあれじゃない、日曜日にはバッチリ違うもん、うん、そうですね、いや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 、久しぶりにこんなに映像を見て踊りました、私涙の低下チャンスぶりじゃないですか、大丈夫です、違います、もうそれも練習しましたね、ランナーさん一言言ってアドバイスはどんな感じですかね、そうですね、先ほどちょっとやったんですけど、そういった文字とか、うん、でも栄養中の曲は結構みんなで盛り上がりたいなっていう、うんうん、サイドステップやったり手拍子したりとかもあるので、でそこを一番メインに、はい、やってもらえれば嬉しいですね、うん、あ2曲目 のそうです、ね、週休2日は割となんですか、リンタルさんとかマーリーとかが聴かす側っていうか、そういった結構しっとりした曲なので、まあでも雨とか風とかっていう、さっきの738、うん、周波数のとか分かれば、うん、はい、割と踊りやすいので、うん、はい、そうですね、今日も意味を聞いてちょっとなんか深いなと思って、はい、またちょっと踊りに意味を感じながらちょっと練習してみたいと思います、はい、よろしくお願いします、うん、最高ですね、日曜日までにみんなで真似をして、はい、味噌煮込みが見せるよ日曜日は、そうよ、味噌煮込み好きになりますね、味噌煮込み好き、おーっとうまいね皆さん、ジャンジャンさんこんばんは、こんばんは、はじめまして、滑り王子マスクマンでございます、はじめまして、すごいですねマスクマン、ね、はい、僕はダンスはですね、もう何年か前にですね、
モンキーダンスの滑ってるものを見せたことがございますので、はい、新たにですね、はい、クリームラジオのためにですね、滑り筋ダンスをね、考案していただきたいなと思うぐらいでございます。滑り。あのね、滑らないときはね、はい、モーミさんのね、ちょっと天然油をね、うん、いただいてね、靴の裏にもつけてね、ムーンウォークでもしたいぐらいですよね。あせ、ま、に日曜日までアロマで食べとこうや油や。そうだね。そう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 。もうね、天然油はね、うん、重要でございますよ。ああすごいよこれ。分解の時にはねなかなかねちょっとねもし教えていただいてもね披露できないですけども、うん、うちにはもうね先ほどからね言われてるように。ダンサーズがいますのでね。ダンスできなくてもダンスはやらせますよ。ああ、させないと。はい、コメントいただいてます。ツイキャス、ナルトラさん、ね、踊りのできないダンサーズといただいております。ユーミーさん、ナゴダン、臨海で踊ってよ。どんどんハードル上げてますけど、大丈夫でしょうかね。逃げた。大丈夫よ。ロケットで逃げますね。サウロー兄さん、ヒゲダンスできますって言ってるんで、サウロー兄さん見かけたら、ヒゲダンスお願いしましょうかね。いいね。サウローさん、ヒゲダンス。ね、もうね、こちら名古屋のね、もう雰囲気はですね、はい、オールナイトで滑り筋ダンス。こんな感じですよ。そろそろ株下げる、はい、安定のマスクマンさんですね。素晴らしいです、ね、安定でした、うん、素敵。また番組終わりましたらちょっとみんなでトークしたいと思います。以上、はい、名古屋からでした。ありがとうございました。はい、ガラ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 。なんか、ね、びっくりしたのが、うん、その今だあサウロさんがそのヒゲダンスできますって、うん、で僕らさっきその名古屋のあれ、ね、予選出て全国行ったって言ったんですよ。で、あの時の不意に実は使ったよね、うん、ヒゲダンスね。あ、ヒゲダンスだっけ。音を使って、うん、そのタットっていうあのダンスがあって、そういうのとかじゃんじゃん考えたの。あー、はいはいはい。なんか偶然、今さっきちょっと、うん、おおって思った。そう、俺も今、おーおーみたいな。名古屋、ヒゲダンスみたいな。電子繋がってから。ありましたね。中部地区代表。ね、やりましたね。やりましたね。そうそう。で、あ、そうそう、その時に、僕ら、俺なんか1位通過で、はい、で、2位通過で、ビーパーっていうチームがいて、その中に、ラッパーのシーモネーターがいたんですよ。そう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 。そうそうそう。シモネーター？シモネーターっていう、今シモっていう名前のラッパーがいるんですけど、マザーとか歌ってたりとか、また会いましょうとか、結構歌ってる有名なやつがいて、そいつがダンサーとしてその時いたチームで、そうそうそう。懐かしい。これ何年前だっけ？これ結構前ですね。これの大会はめちゃくちゃ前ですね。17、8年ぐらいかな。そんぐらいですね。映像残ってるか。映像は僕らビデオでみんな癒してますよ。そう、みんな癒してます。昔のハンサム顔が集まったチームみたいな。これ CD にある人に残しとおかんのに。うん、本当だよ。でもありがとうございます。はいはいはい。じゃあそれでは。ジャビオさんがさ、ツイッターでさ、臨海での名古屋チームのダンス決定って。ああ、いいっすね。じゃあみんなで。大丈夫です。ちゃんとカメラ回りますんで。ああ、いいっすね。さすがに。ちゃんと撮影します。楽しめるといいですね。はい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 。まずは受付でさせよ、受付で、うん、ダンス、うん、受付で踊りって楽しいもんなので、ね、みんなで本当に間違えてもいいですよね。楽しめれば、はい、で二の次で、で、あとアルファウィングケインに恋ダンスさせると。あ、得意だから、こっちでうまいよ、踊ってたよ。え、マジっすか。踊らそうね。二次会参加するって言うから。あ、二次会はもうぜひぜひ。オッケーオッケー、時間なので、あれあれだ、メール来てるか。いっぱい溜まってるから、モーミーから呼んで。あ、もみ終わった。あれ終わったの？あ、じゃあ、コステツさんとジュンちゃんが一つずつ持ってる。あとこっちにもいっぱい溜まってる。あ、溜まってる。いいですか？はい、フリムの皆さん、ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。マスクマン以外とイケメンなのに踊れてる、北海道のジュンちゃんです。あ、ジュンちゃん、はい。パーティーの思い出といえば、あれは13年前、結婚披露宴で、両親、兄弟、友達だけの ひな壇も作らない、アットホームなパーティーをしました。みんなフレンドリーな、関係なので、お酒、かっこビールをじゃんじゃん注ぎに来てくれて、ぐびぐび飲んでたら、私の父に、花嫁がそんなにビールを飲むやつがいるのかと、こっぴびよく、叱られました。普通は注がれたら、ちょい口つけて、
後ろのバケツに捨てるみたいなんですが、だってビールだし、本物だし、それは飲むよね。今度披露宴するときは気をつけます。またやまたするんかい。またするんかい。怖いね。怖いね。じゃあこれ音殺すんだ俺が。怖いね。保険金かけてないか。保険金かけてないか。じゅんちゃんまた大変さだね。あんなにいいとお茶に持っているのに。本当だよ。はいはい、次。はい、スペアがいるんだはずね、このね。はい、こんばんは。池平さん、もみさん、フリムンラジオの皆さん、ジャンジャンさん、名古屋チームの皆さん、お元気ですか。はい、今日のテーマパーティー好きですかといただいたのは倉敷ののんぺさんです。のんぺさん、はい、ありがとうございます。ですが、昔は人前で話をしたりするのが苦手な人でした。今も同じ話題がないとパーティーでは楽しめないと思います。でも仲間同士のパーティーは好きです。初めて行くパーティーは緊張して楽しめないかもしれないですね。スタジオの皆さんは初めて行くパーティーは楽しめますか。またメールします。バイミーって。初めて行く、初めて行く、初めて会う人たちばっかり。あー、まあ、普通得意だよ。まあまあまあ、そうですよね。はね、だって僕もジャンジャンも見て分かる通り、うん、もう人見知りしないです、うん、だからチムさんもうすごいよ、うん、割と、うん、僕ね、ハギーと始めた時もデジでしたよね。ユンタクや首里でね、俺の方が圧倒されてからしやばかったそうなんだ。もうモーミーさん、うん、俺、うん、エンペラーさん、あー来たね。でそのあれよ、あのどれよ、あれよ、ダイマンさん、あーはいはいはい、酔っ払いや、酔っ払い3人衆いきなり、あれですよ、うん、あの、来た早々に、うん、あれさ、あの、何お通り怖い。そう、で、ドクロのピアスとモロコのハイタチャーに助けられたっていう次、ありありかしみな、お通り、はいはい、メールあるでしょ、はい、はい、はい、いっちゃいましょう。フリムンの皆さん、ね、名古屋の皆さん、はい、大沢くんと高山さんの甘酸っぱい声の行方が気になるこの時期が待ち遠しかった皆さん、こんばんは、はい、はい、こんばんは。先週頃から大沢くんと高山さんの殺虫剤の、うん、CM が流れてきて胸を撫で下ろしているラジオネームジャビオ、はい、ドドドドエースって今日のお題はパーティー好きでしたね。来たる日曜日は臨海という大きなパーティーが待ってますね。参加されるリスナーの皆さんとお会いできることを楽しみに待ってますよ。今日も下りの部分を考えてお題のネタが思いつかなかったのでこれで失礼しましょうかねってすごいね。もう早いね。ジャビオさんね、ツイキャスも見てくれてるみたいで、ね、臨海にも来るということで、ね、そうジャビオ、ジャビオドエース。思いっきりのもうね、はい、で、はいはい、次行きましょう、ね、はい、めいちゃんから、うん、はい、めいちゃん、はい、はい、生放送お疲れ様です、はい、ということで、はい、日曜日楽しみと、うん、はい、パーティーね、うん、テーマのめちゃくちゃ大好きです、うん、特にクラブ関係に松山に行きたいほど、お行ってるなこやつ、うん、はい、でそれぐらいパーティーが好きと、うん、で日曜日も楽しみで、うん、お会いできたら写真撮ろうねって、そうそうそう、誰にお会いできたら写真撮ろうね、みんなにで、みんなに最後の PS の池ペイジリ、うん、ゲストで呼ばれてるって言ってたけど何かする予定なのって、誰が池ペイが誰が、うん、呼ばったのに、はい、相変わらずの無茶ぶりで、はい、バイバイってありがとうございますめいちゃんさん、めいちゃん、はい、日曜日のもうね、本当だよ、うん、あ写真撮りたいね、これめいちゃん終わったら3倍そう思うや俺から目立ちもんずっと写真撮ってるからね、終わった後よくそう、あのあれ誰かあのめいちゃんに気づかれずにめいちゃんのあのメガネ撮るってゲームやろ、イエスだよ無理だなよベロベロ酔わしてからやってみるか、お通りしまるないろ、それ漫画倉庫で売ったらいくらなるかっていうのをみんなで書けます。でも昔めいちゃん臨海で靴底なくしてたからね次はメラい、はい、はい、いきますよ。フリムンラジオの皆さん、リスナーさん、こんばんぽ。はい、メール間に合うかね。パーティー大好き、ひとみこちゃんです。あ、ひとみこちゃん、はい、去年ハーフのめいっ子が沖縄でいう13祝いみたいなのをアメリカのお父さんのところでしてもらってましたよ。メキシコ系の親族たちでパーティーのためにドレス作ったりダンスを練習したりと盛大に祝ってもらったそうです。帰ってきためいっ子にパーティーどうだったと聞くと、うーん、二次会のカラオケって感じって言ってたな。では日曜日の臨海でお会いしましょうと。なんかね、昔披露宴でお父さんが、うん、敬老会各種パーティーでおばさんのでっかいブラジャーつけて頭にスカーフを巻いて余興するのが恒例となっていましたみんなから大人気でお酒いっぱい飲まされまくってよく踊ってましたよって、子供としてはパーティー恐怖症でありましたねってすごいな、うん、いつかハイバル姉さんのセクシーダンスも披露してくださいねってワニとこいる俺、うん、ブラジャー頭からかぶるの、うん、はいはい、あとはモーラさんから、うん、モーラさん来てる、はい、こんばんはということで、はい、こんばんは、パーティーは好きです、うん、はい、
最近はねオフ会にハマってて、キラキラグルメパーティーもお邪魔してます。あまた呼んでねって。はいはい、呼ぶよ。で、ジャンジャンさんから栄養中、うん、週休2日のダンス習いたかったですということで、多分当日行くと思うんで、はい、うん、当日行って、ぜひ、1時間前ぐらいに、うん、ロアジュール前で立ってますね、俺。あれ、教えてたら、はいって全部教えるの。ご時で。駐車場で、駐車場で。駐車場で。あれですね。昔近くに住んでたんで。はいはいはい。話を知ってます。はい。ありがとうございます。それじゃあ今日はもう、今日のゲストはジャンジャンさんも、いっぱいいっぱいなんで。うん。そうそう。もう、はい、速攻で、テーマいきますか。はい、テーマ。今週の。考えてやろう。考えてるよ。もう、いきなり行っちゃうよ。あ、行く？うん。行く。はい、来週のテーマは。はい。ビーチにまつわるエトセトラー。あ、ビーチ。はいはいはい。今日もね、ビーチ。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 そろそろね、ビーチ。ビーチ。ビーチ。バレーでもいいし、ビーチパーティーでもいいし。はいはいはい。ビーチね。うん、ビーチでやっちゃったことでもいいし。はいはいはい。それでは皆さん、臨海でまた会いましょうね。はい、今日は。またね。今が1分切ったばっかりだから、まだいける、うん、臨海ですね、楽しみですね、楽しみだから、追加すごめんなさい、はい、ジャビオさんが、うん、さっきのシーモってルパンザファイヤー、あ、ルパンファイヤーのですか、そうですね、そうです、楽しみですね、はい、あ、あ、そうそうそう、はいはい、あのシーモですが、ダンサーでもっともっとやってました。アクスメよ、本物やっさや。もうなんかね、ジャンジャンの話、本当はみんなめっちゃしたいですよ。めっちゃ面白いんで、でもね、臨海来る人はもう直接ジャンジャン喋ってね。自分たちはこれ今終わってからすぐ。あ、そうそうそう。じゃあもう臨海楽しみですね。めっちゃ面白いですよ。はいはい、そんな時間なので、はいはい、今日担当はい MC モービー、はい、ホイティエコゼル、はい、骨折、そしてつよぽんと最後ゲスト、はい、ジャンジャンでした。はい、はい、みんなジャンジャンよろしくよ、よろしくお願いします、ジャンジャン飲みましょう、はい。